今日お送りする試合はヨーロッパリーグの準々決勝セカンドレグとなります。準決勝へ進むのはどちらのチームでしょうか。この試合はセビージャ対バレンシアと対戦します。皆さんこんにちは。今日の試合はヨーロッパリーグ準々決勝です。この試合実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。福西さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここが準決勝へ進出するための足がかりですね。両チームとも気合が入っている様子です。今日もいい試合が期待できそうですね。本日の試合はセビージャ FC 対バレンシア CF のカードです。こちらがセビージャの先発メンバーです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。こちらがバレンシアの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。ヨーロッパリーグ準々決勝前半が始まりました。まずは立ち上がりをしっかり組み立てていきたいですね。マルティネス、気は抜けない展開です。ここはシュート、難しいシュートでしたが枠を外れます。このパス、スペースに見事なスルーパス。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。落ち着いて決めました。あのコースは止められないですね。この角度からも見ましょう。アレクサンドル・ラカゼット、カルロス・ソレール、ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。マルティネス、テオ・エルナンデス、カウンターアタックに入るか。ここはディフェンスの戻りが早い。カウンターを防ぎました。テオ・エルナンデス、このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから無理に打たない方が良かったかもしれません。このボールは重要です。ラファエル・ゲレイロ、テオ・エルナンデス、さあ上げたい。ここはボールロスト、ちょっと集中力を欠きました。このクロスはやすやすとカットされました。
このパスは簡単にカットされました。カルロス・ソレール、シュートを打った。カウンターのチャンス、仕留められるか。チャンスを生かすことができるか。いいボールが出ました。ボールはラインを割りました。コーナーキックですね。ボールを入れました。このボールは相手にクリアされました。バレンシア、サイドにスペースがあります。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。ここは簡単にボールを渡してしまった。ゴールキーパーがうまく前に出ました。ラファエル・ゲレイロ、ここでシュート。シュートを吹かしてしまった。味方がフォローに来ています。キーパーがうまく飛び出した。セビージャ、サイドのスペースが広く空いています。最高のボールが出た。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。今日はどうしようもないですね。捕まりません。絶好調、2点目のゴールを決めました。カルロス・ソレール、アレクサンドル・ラカゼット、このパスはカットされました。セビージャ、得意の形でゴールを奪えるか。これはスローインになります。やはりプレスも厳しい。もう一度スローインです。ボールを受けた。マークも厳しい。危険な位置でプレッシャーをかけられた。このボールは決定的。バーに当たって入りました。ボールはクロスバーに当たってゴールに吸い込まれました。ギリギリを狙ってきましたね。あのコースに飛んできたらキーパーはどうしようもありません。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。スコアは3対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半が終了しましたが、福西さんいかがでしたか。トーナメント独特の面白い展開ですよね。リードされての折り返しですが、このままではいけません。戦い続けたければ後半でまずは追いつく必要があります。さあ後半開始、バレンシアがボールを動かします。ここはインターセプト、しっかり予測していました。これは見事なインターセプト。
審判はバレンシアのフリーキックを指示します。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。野津田ガキト、このカットは大きい。しっかりと奪いました。カルロス・ソレール、ルベン・ベーゼ、うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。この選手、前半は強烈な印象を残しましたね。バレンシア選手交代です。野津田ガキト、中野義弘、あっとこぼれた。ここでボールはセビージャ FC に。セビージャのフリーキックになります。バレンシアの選手に交代があります。野津田ガキト、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ボールが相手に渡りましたが、まだチャンス。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。危険な位置です。緊張感が増してきます。サポートを使うか。パスコースにはディフェンスがいます。このスルーパスは通るか。絶妙なパス、通ればチャンス。シュートだ。ゴール決まりました。サポーターからはまだ足らないコールが湧き上がっています。このゴールでハットトリックです。今日止まりませんね。そうですね、選手にもチームにもサポーターにも素晴らしい日になったのではないでしょうか。セビージャ、サイドのスペースが広く空いています。クロスは簡単にカットされました。このパスは読んでいました。ここはシュートチャンス、入った。このプレーも見事ですが、パスも良かったですね。素晴らしい連携です。今日2つ目のゴールを決めました。止まりません。別のアングルからご覧ください。さらに点差を広げたことで、監督の表情にも明るさが見えてきましたね。カルロス・ソレール、相手に渡ります。中にクロスが入った。セビージャ FC のチャンスが来ました。
テオ・エルナンデス。このパスはカットされました。これはいけません。あっさりとパスカット。主審がゲームを止めます。オフサイドです。スコアは5対0。試合終了のホイッスルが吹かれました。この試合では鮮やかなパフォーマンスを見せました。ハットトリックは最高でしたね。